マノッチです。エゴシタイガ物語やっていきましょう。5月21日まで進めました。もっと進めたかったんだけど、すげえテンポ悪いのよ2015って。日程スキップができなくて、本当に1試合ずつやらなきゃいけなくて、でその度にはクソ長い読み込みが入ってみたいな、でなかなかね日程を進めるには時間を取られてしまうという感じで、5月21日までです。はい、で個人成績こんな感じでございます。ホームラン1に関しては、コムに打ってもらいました、スキップで。でもその他の成績はもうほぼほぼ、俺が出した成績かな。盗塁9もそうだし、まあ、打率もそうだしって感じで、もうホームラン捨ててます打てねえもん、打てない本当に。はい、コメント読んでいきましょう。2015って2軍でぬるゲーにならないのいいですね。今のプロスみたいに謎のポテンヒット乱発する2軍の試合とは大違い、それほどポテンヒット出ないミートなのかもしれませんが、どうなんだろうな。やってる感覚はもう俺アシスト絶対つける人じゃん。アシストに関しては本当に恩恵少ないのはすっごい感じる。もうそれは間違いないと思うわ。2015のグラフィック懐かしすぎてやばい。2015っていい感じの懐かしさあるな。わかるな。あとなんかグラフィック今よりいいよね。エゴシ君らしい打率ですね。だいぶ上がっちゃったでしょ。だいぶ上がっちゃったんだよ。リアルスピードにタイミング合ってないのでボールに当たってもゴロになると思います。タイミングの問題なのか。もう俺はタイミング自体は、まあ、緩い変化球とか別ね、そもそもカーソルはそこに合ってないぐらいに感じたんでね、タイミング合ってるもんだと思ってた。猫の思い出した。マノッチの猫どうなった。まだ元気。元気だよ。医療選手2021年に戦力外。2021、一昨年か。中日のユーティリティ選手、スケート選手、セサル選手ですかね。どうですかね覚えてないな。いや、まあセサル選手名前聞いてああだけど、セサル選手だ、ああ懐かしいとはならないような気すんだよな。もっとなんか全然違う勘違いをしてたんじゃないかな俺。どうしてもダメだった時の措置何か考えてる。特に特に考えてはない。よし、いきますか。能力に関しては守備力の捕球だっけ、ごめん、スローイングだ。スローイングだけをちょこちょこ上げてる感じかな。で走力は内野安打を目指してます。でパワーはもうパワーヒッター目指してます。でミートはチャンスかな。ここ上げれればなって感じなんだよな。まだ上げないぞ、まだ苦しむぞ。よし行こう。はい、あそういえばね、スタメンになってます。評価がなんか比較的すぐにスタメンになりました。そんな大して成績も残してないんだけどね。難易度見てないね。変わってないよ。一応見とこうか。なかなか打てんな。盗塁はね結構やりやすい。まあエゴシクの能力に助けられてるとこもあるかな。これは足早いからね。バッターはエゴシ。はいはい、バンドね。はい、変わらずです。じゃあバントしましょうか。攻略していくか。日産この辺りキャッチャーを打ち崩していくかも。やべえ、やべえ、バントむずいんだよ。するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか。注目です。送ります。取りました。ダッシュ惜しい。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。じゃあ守備操作なしで回してます。よっしゃ、打とうか。バッターボックスは2番エゴシ。2アウトランナーありません。
初球は際どいところに来ました。ストライクです。今なーボールのあれでっかかったが打ってばよかったな。ファウルになります。よし、そういうあのアシストね5とかでもやってみたの。そんな変わらんな。もしかしたらだけど江越くんのミート力打ちました。間に合いそうじゃない。よし、3アウトチェンジです。江越くんのミート力との兼ね合いかなって気もしてはいる。バッターボックス江越、先ほどの打席は後にミート力は上げるつもりなんだけど、ちょっと初年度に関してはミート力はもう触らずに行きたいなと思ってて、やっぱね成績残すとね試合後の経験値多いのよ。でオートで回すってことを考えたら江越くんのミート力って必要なんだよね。本当に成績残してくれなかったんだ。自分でやった方が まだマシって思えるから。今リリーフカーに乗ってゆっくり、さあマウンドを任されたのはマッソン。そういえばちょこちょことトレード見られますね。もう誰と誰がトレードしたとかも忘れちゃったけど。ファウルになります。2球目打ちました坂本。んで内野安打がつけばだいぶ変わるんじゃねえかなと思うんだよな。まあ、この試合でももし内野安打があればセーフの可能性もあったんじゃねみたいなゴロとかあるじゃん、俺のしょぼいゴロね。そのしょぼいゴロをセーフにできるだけでだいぶ変わると思うんだよね。はい、はい、うわちょっと懐かしいね、ガラテ選手、ガラテ選手ね。そうあのねアシスタントってのができて、まずこの視野通信を契約してんだけどさ、今金ねえんだ。で一通り見たんだけどマネジメントモードに出てくる人たちなんだね。でめっちゃ気になるのがこの僧侶さ、懐かしくないこの双子、なっちゃんあっちゃん懐かしいよね。この子マネジメントで強かったっけ。キラリちゃんイベントキャラだよね。イベントキャラで言ってみよう。稲垣涼子さんが強いんだっけ。なんかあんまりすごい曖昧な記憶でしかないけど、これもイベントキャラだよ。ごめんその伝わって、俺の中のイベントキャラっていうその認識を伝わって、マジで。はい、じゃあペレス君、ペレス君に自分のことミーって言うんだよね。ほら怒られそうだよね。ちょっとコーヒーを飲ませてくれ。はい、すいません、あの UCC のあの粉のコーヒーお湯入れてできるやつね、114にハマってる。なんかもう一個あったの、117だっけ、114がなんか飲みやすいな。注目のルーキー江越、昨日のゲームでは無安打に終わっています。山口、まずは先頭バッターを打ち取っています。最近5連敗、このところ勝ち星から遠ざかっているベイスターズですが、俺あれは結構コメント来るから規制上げながらとか、ということが課題です。はい、改めてお聞きします、バッターの江越、どういうバッティングしてくるバッターなんでしょう。うわー早かった。状況にもよりますが基本的には早いカウントから積極的に打っていくタイプで、一発を狙った思い切りのいいバッティングをしてくるバッターですね。うーん、そうですか。高めのボール、これはどうだ、取った、2アウトになりました。
ヒットだと思うよね。引っ張り警戒だからセカンドがちょっとベース寄りにいたのかな。関係ない。初球ボール、この球は外れています。ボール先行です。ナイスボールですね。次が4球目。本当に声出るね。インサイド落ちました。もう分かったって、それもういいって。間に合っ、アウト。ここは送球が間に合っていますね。なんか内野安打あればって感じしない？するでしょ。塁に出れればね、盗塁でね、走塁の経験値は稼げんだよね。エゴシ、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れ、走ってきた。キャッチャー二塁送球する。盗塁成功。なんとかすった。おめでとう。なんかわかんないけど、おめでとう。盗塁を決められてしまいました。まあバッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。ファウルです。あ、黒バネさん、あーもうセカンドゴロしか打てない。打てない。盗塁を見せたい。間のうち盗塁うめえなってとこ見せて。俺今9成功してて失敗2ぐらいしかねえよ確か。さあ交代を告げ、ピッチャー方な。俺もどすこい相性が悪かった。マウンドに上がったのはエレラ。今シーズン15試合、ごめん見せて。昨日今日と連投ということになりました。うん、オッケー。もうストレートとスプリットな、もう2択な。もうストレートにしかあんねえから。ういファウルになります。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。うん、そうですか。さあバッテリーを組み立てて、頼むって。もうスプリットずるいって。キャッチャー強肩ですからランナーも警戒してると思いますね。なるほど、そうですね。4球目は何で来るか。はい、内への変化球は決まりません。さあ仕留められるか。いやもう打てない。助けてくれ。もっと代打出した方がいいと思うけども、ここはちょっと信頼して、俺を信頼して。うーん、ここで点は取られたくないですね。大丈夫、そろそろステッドにバッターボックスには2番のエゴシが入っています。大丈夫、はまる。ステッドにはまる。バッターに近いところで沈んでいきます。とりあえずバッターに入れてよ。追い込みました。いいコースだったんですけどね。はい、いやおい、なんばらむずくりやが。俺も今日朝からギャーギャーしか言ってねえぞ。ちなみに今5時な。残念ながら DeNA ベイスターズ敗れてしまう。もうだいぶね、こう朝方涼しくなってきたから、窓を閉めても全然ね苦じゃないから。夏場きつかったよね、やっぱギャーギャー言えないからね。打てねえな。ダメだった時の措置今考えた。やっていい？アシスト5 アシスト5、アシスト5。ダメだった時のもう措置だよね、としてはいいんじゃないですか。よし、仮に5になったところでね、ホームランなんて打てねえから。ただね、ヒットは打てる。俺確か猛打賞してるはずだから、アシスト5で。見て、やっぱちょっと活躍を見せたい。そのアシスト5といえども活躍を見せたい。長いよな読み込みな。いやもう最近もうプレイステ5慣れをしてしまってるせいか、すごく長く感じる読み込み。あとエーカーノのクロスロード事前予約っていうのをしたんだけどさ、あの昨日ツイッターでちょっともうつぶやいちゃってんだけど、あの PS4 とかスイッチになんか移してやれるモードが後に出るのかい。俺もう内村選手いいよ、飽きたよそのセカンドゴロ。プレイステ5でも映せんのかな。映せんだと映したいんだよね。その方が6が楽なのよ。俺 iPhone でやってんだけどさ、 iPhone 使ってんだけど、アウトじゃない。
あの分配器や何やら用意して録画するのね、俺 iPhone って。それがめんどくさくてさ、わざわざ出さなきゃいけないのよ。まあ、プレス3も分配器出して録画してんだけど。打ちました、取りました。どう、アシスト後の恩恵感じる、みんな感じるかい。いやこれね、まあ俺が下手っぴってのはもちろん大前提としてあるんだよ。それあるんだけど、普段俺のスタープレイヤー、まあ、あんまりバッター操作ってやんないけどさ、見てくれてる人ならわかると思うんだけど、いや間のうち言ってももうちょっと打てたべって思うと思うんだよね。それはもうアシストに助けられて打ってるのさ。で今このアシストの恩恵感じなくない？どう？見ててどう？やってて感じないのよ。今の別にアシスト関係ないからね、1本ぐらい打とうぜ。打席には2番バッター江越。長田選手な、あの弱くても勝てます企画の時にすっげえ助けられた思い出があるよ。あ、そうですね。おい、いけ、いいっていいって。しかしこの回タイガ、もう一試合行くぞ、ヒット打つぞ。 DeNA ベイスターズが僅差で勝利を収めました。連敗を、もうずっとアシスト5でやりたいわ。これミート上がればいいとかになればやっぱ変わんのかな。一向に成長しねえんだ。次ラストな、はい、お、打率1割台だぞ。あ、番長、はい、よし、スクリーン直撃弾打ってやろうぜ。これラストね。さすがにフィットなしでさ、動画は終えれないでしょ。やっぱこう最後に気持ちよく終わりたいわけよ。好天に恵まれました横浜スタジアムです。よっしゃ、絶対1分っていうかな。バッターは注目のルーキー江越。江越くん絶不調。ここのところ当たりが出ていません。三浦、まずは先頭バッターを打ち取っています。いけるいける。さてこの江越、バッターとしてはどういう特徴がありますか。まあ目の覚めるような。2球目打ちました。これはショートライナー。あ、倉本選手っているんだ、今気づいて。2番バッター江越、先ほどの打席はショートライナーに倒れています。ツーアウトになっています。どうする、セーフティーバント狙うか。三浦、そしてキャッチャーは峰井。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。ファウルになります。いやマジ鼻くそだな。よし、引っ張った、ゼルが走れ、間に合う、倉本舞、くっそくっそ、そっか、もう倉本舞ヒットやらしてくれよ。それでね、2番バッター、ある程度長打打たないと盗塁チャンス来ねえな。ショートゴロに倒れています。エラーでランナーを出しています。さあ2球目は何か。番長クイックマイナスなんだね。3球目は何で来るか。引っ張った、サードゴロです。バルディリス、一塁アウト、スリーアウトです。今日はまずいぞ今日はまずいぞ。これは本当にセーフティーバント狙った方がいい気がする。バッターボックスは2番エゴシ、ちょっとサード奥に行ってるでしょ。今日はまだ当たりがありません。まずはワンアウトを取っています。セーフティーバント、ファウルです。くっそ、いや狙おう。セーフティーバントでしょうか。いやもうバット振るしかないな。大丈夫、よし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 、いいんですけど、ね、なんとか頑張れ江越君、なんとか。あー、ちょっとずるいベテランの駆け引き見せてきよった。じゃあ終わるか。試合
楽しかったし、別に気にしてねえし楽しかったし、今日も俺元気だし、じゃあもうちょい進めとくわ。あ？うっせえよ、自分で勝手に何かやれ。はあ、おい、お給料入ったな、何か買うか。いや、お金貯めといた方がいい気がするな。あの、一応一通り見てみたんだけど、あんま欲しいもんなかったんだよね、正直ね。あの、何の役に立つかわからない猫買ったぐらいだもんな、何度買い物で言えば。なんだ、おう、あ、そうそう、めっちゃね、サイン求めてくるの、この長次郎くん。うん、おう、いいよ、はい、よしね、エゴシ君らしい成績になってきたでしょ。終わり、さよなら。妄想症か。